皆さん突然なんですが、事業所内にあるこの謎のライン、一体何のラインか分かりますか？実はこれ日立三機システムの中でもかなりの競技人口がいるパンポンと呼ばれる球技のコートなんです。このパンポン、日立製作所の日立工場で実は大正10年頃に始められた球技です。木の板で作られたラケットと同じく木製のネットで行うテニスと卓球に似た競技で、軟式テニス用のゴムボールを用います。ちなみに勝田事業所では道路上にこのコートがあるんです。つまりオリジナルのスポーツで若手からベテランまでが楽しみながら運動し、コミュニケーションができる場所があるというわけなんですね。運動不足や健康を気にされる方が多い昨今、休憩の合間にパンポンができる環境が整っているというのはものすごく素敵な文化ですよね。では実際にやってみましょう。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。初パンポン、はい、いやー、まあまあまあ、まあ、あ、分かりました。これむずい、むずい。今のアウトですよね。アウトですよ。よしよしよし、そう思ってる。よっしゃちょっと待って、ちょっと待って、これ打たないよ。回転、男に言い訳はダサいよ。お願いします。じゃあ負けない。ちょっと待って、めちゃくちゃ速いの来る。怖いじゃん。なるほど。ちょっと待ってください。めっちゃ縦回転来てます。今ちょっとでも顔の近くだと取れるんで、ちょっとやるの当たってるのに全然ゲーム。これちょっと本当に僕が下手だと思われてるのも嫌ですし、あの球技として速度遅いんじゃないかと思われるのも嫌なんで、実際に皆様にも速度を体感していただけます。あ、怖い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 、おー怖い、わー怖い、わーい、わー怖い、わーい、痛い、早い、早いよ、全然早いですよ。いやー楽しかった。オリジナルのスポーツの文化があるのはいいですよね。さて続きを回りましょう。レッツ勝田。